広瀬康久と申します。エノテカの会長をやっております。よろしくお願いいたします。日本はまあある意味でワインの静寂したマーケットと言われてますけれども、まだまだ伸びる余地があるし、実際伸びてますので、大勢の人に来ていただいて、また新たなその日本でのワインの発展する機会になればというふうに思っております。まあ、新しいですね、作り手の方々たちも出展すると思うので、そういうその今まで日本に紹介されてないワインがですね、入ってくること、それからまあボルドーの、ユニオンで UGC というそのボルドーの組合の人たちが、多くのシャトーの人たちが来ますので、そこでそのボルドーとボルドーのワインを日本人の人があのたちが楽しんでいただいて、ボルドーの再発見をしていただければというふうに思っております。今年の11月15日16日ビネクスポ東京が行われます。我が社のエノテカも出展しておりますので、大いにワインに浸っていただいて楽しんでいただければと思います。